はい、皆さんこんにちは、ネスト福知山の外科です。今日は戦国時代、いよいよ終盤に入って全国が統一されていくその様子を見ていきたいと思います。織田信長、豊臣秀吉による統一事業ということで見ていきますけれども、今日はその前半、織田信長の、業績などを追いかけていきたいと思います。ではよろしくお願いします。小さな小さな領地しか持っていなかった、織田信長ですけれども、戦国時代に、織田信長ありっていうね、なんかこうデビューをするような出来事をやらかしたというかね、やってのけたのが1560年のことでした。大戦国大名だった今川義元を破ったんです。桶狭間の戦い、言いがちょっと抜けちゃった。桶狭間の戦いということで、ここに織田信長ありっていうことをデビューしたわけです。なんかやりそうな、山椒は小粒でもピリリと辛いようなやつが出てきたな、あいつに引っかき回されるのは嫌だなっていう思いが周りの戦国大名に、通じ合ったもんですから、織田信長包囲網みたいなのがね、案に気づかれていきますけど、信長はそれを政略結婚などを利用しながら、あるいは、実戦を交えながら突破していくわけです。桶狭間の戦いから10年後の1570年には滋賀県の姉川というところで姉川の戦いをやって、浅井長政を破っています。浅井長政っていうのは実は信長の妹、お市の方が、政略結婚で嫁入りを、させられた旦那というかね、ご主人でもあるんです。このお市の方、ね、の人生をたどってみると、本当に戦国時代という時代の、儚いところというか、悲しいところとか辛いところがいっぱい、出てくると思います。でも単純に戦国大名が戦った、勝った負けたというだけじゃなしに、政略結婚を通じて結びついていたというようなこともありますので、ちょっと戦国時代後半の有名どころ、織田信長と豊臣秀吉と、それからついでに徳川家康の関係を見ていきたいと思います。これはちょっと教科書から脱線するんですけどね、でも見ておきたい。お市の方は浅井長政との間に3人の姫君を設けています。あと2人男の子がいたという話もあるんですけど、ちゃちゃ、お初、お号と言いますね、3人の娘がおりましたけども、一番上のちゃちゃは秀吉のお嫁さんになっていきます。すでに秀吉にはねねさんという お嫁さんがいましたので、ね、若いお嫁さん、後から来たお嫁さんということになるんですけれど、ちゃちゃと秀吉の間には、ね、子供が、男の子が生まれています、ね、豊臣秀頼です、ね。お郷というね、末娘、ね、は
徳川秀忠に嫁いでいます。いきます。徳川家康の後を継ぐ二大将軍、江戸幕府の二大将軍になる徳川秀忠ね。大郷にしてみたら義理のお父さんは徳川家康さんという、そういうところにお嫁入りをさせられたわけですね。大郷と秀忠の間には、千姫っていう女の子が生まれていますし、男の子家光も生まれています。家光は三大将軍です。千姫は、秀吉の息子であります。でもそういった徳川氏と豊臣氏が天下分け目の関ヶ原などで敵と味方に分かれて戦わなければならなくなった、それが戦国の世の習いかもしれませんけど、そんな悲しい、出来事が最初から最後までいっぱいあるのが、この時代です。でこの時代は、時代の名前なんですけど、信長が琵琶湖のほとり滋賀県の安土に、大きなヨーロッパ風のお城を築いたということ、それから秀吉の方は京都の伏見桃山に、桃山城というのを築いたということもあって、時代の名前は安土桃山時代、戦国時代の後半、いよいよ織田信長豊臣秀吉によって全国統一がされようとするっていう、そういう時代を安土桃山時代と呼んでいますけれども、今日はその中の前半、信長の業績を見ていきたいと思うわけです。はい、浅井をやっつけました。で浅井と味方であった比叡山延暦寺、ね、仏教であろうが何であろうが関係ないというところで、えらくこっぴどくやっつけています。比叡山の焼き討ち、信長にとってみればお釈迦さんの教えとかお寺とかそんなのなんかねどうでもよかったというか、自分に歯向かうものはとにかく何であろうが許せないよね、そういう人だったようです。鎌倉仏教のところで浄土真宗というのが出てきたのを覚えてますか。法然さんが南無阿弥陀仏何枚だと言ってて、でそのお弟子さんに親鸞さんというのが、ね、悪人でも天国行けるよと言って、で親鸞さんのもとに集まったのが浄土真宗で、その浄土真宗のお坊さんとか、信者さん信徒さんが、まとまって一致団結して時の政治家とか領主とか権力者に、ね、立ち向かっていった。これをね一向一揆って言うんです。浄土真宗の門と信者さんと、ね、があちこちで立ち上がっています。伊勢長島の方ね、これ三重県の方ね、であった一向一揆を平定しています。それから同じようにちょうど大阪のど真ん中に、本願寺というお寺があったんです。石山本願寺っていうのがね、実は浄土真宗さんの、お寺さんは本願寺なんですよ。これ浄土真宗なんです。これ浄土真宗なんです、で仏教仏教仏教宗派は違うからね、なんかね仏教でももう歯向かうやつは目の敵というような感じで、やっつけています。そして逆らうものは許さないというか、そういうノリというかね、そういうなんかこう影響力で全国をまとめて支配下に収めようとしたわけです。大きな戦いとしては、戦国大名の武田信玄というのがいたのを覚えていると思いますけど、武田信玄が亡くなった後後を継いでたのが武田勝頼っていうね、武将でした。武田勝頼の武将を織田信長と徳川家康の連合軍が破っています。
長篠の戦いと言います。でこの時に活躍したのが鉄砲隊、鉄砲がものすごい威力を発揮した、ね、で軍勢としては人数、兵隊の人数としてはこっち、下馬評ではこっち、でも鉄砲隊のあったおかげでこっちが勝利を収めた、ね、このインパクトはとても大きなものがありました。でその翌年に安土城を、築いたわけです、ね、うん、そういう、こう勢いでもう敵を屈服させ屈服させ屈服させしていく中で、でもね、もう腹に据えかねるこう反感とか不満を溜めていた、家来も、いたはずです。その中の一人、明智光秀が寝返ったのが、1582年です、敵は本能寺にありということでね、明智光秀は、主君、織田信長に背いて、主君を自害に追いやったんです、本能寺の変で信長が自害に追い込まれた時、彼は49歳という若さでありました、はい、信長秀吉による統一事業、安土桃山時代の前半、ね、信長の一代記はこれで、終わりにしたいと思います、はい、ありがとうございました。